はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、今回はミート上限アップと守備上限アップ、この2つを兼ね揃えた選手を作っていきたいと思います。で、強化集英でやっていきます。で、デッキの方はこんな感じで、まずはですね、ミート上限アップを持っているのが現在は角田のみになりますので、角田を入れてます。あと守備上限アップに関しても現在はジャスミン小高ちゃんのみになってますので、お借りして入れてます。ちなみにジャスミン小高ちゃん、これ自前でプラ3になってないんで、ここをねどうしても、借りなければいけないという都合上を、本当だったらね、渚ちゃんとかのレベルの高いキャラを借りてジャスミン小高ちゃんプラ3で、全然いいと思うんですけれども、そもそもプラ3に育ってないので、フレ枠としてお借りしてます。で、ジャスミン小高ちゃん と、角田両方とも前イベなんですね。で、さらにですね、ジャスミン小高ちゃんは相当イベント数が重いので、今回イベント数に気を使って、渚ちゃんを入れてきています。で、さらに、上が、後イベの人たちになるんですけれども、今回パワチャレ用のね、選手を作っていく関係上、うちのパワチャレ用選手はですね、独身術を持ってないとそもそも人として扱われないので、今回はるかちゃんから独身術をもらっていきます。あとミート上限アップ、守備上限アップということで、技術精神をね大量に使うので、それを稼ぎ出す、タックでね経験点で稼ぎ出す、振袖みやびちゃんを連れてきているのと、あとやっぱりね打撃もね、こだわりたいので、パワーヒット広角を安定させたいということで才賀を入れてきてます。これで、やっていきます。で、強化集英で来ているのは、基本的にその練習であんまり経験点を稼ぎ出さないタイプの高校になりますので、まず今回二股なんですね。で、二股でプラス渚ちゃんを入れてるので、要は練習用のイベキャラって3人しかいないんですよ。なので、これはね、強化集英がかなり相性いいと思いますので、強化集英でやっていきます。やっぱね、待たるんだったら強化集英がいいと思います。あ、災害いきなり来てんね。とりあえずコツをくれれば、おう、固めか、いいや。で、はるかちゃん、はるかちゃんもね、ほんといいよね。今回のさ、お正月ガチャでね、60連目のピックアップのところ、PSR 確定のところね、せめてね、ピックアップキャラが出てくれればよかったんだけど、もうはるかちゃんとかだから、今回から超使っていくよ。パワチャル用戦士で一応一通り、ミート上限アップと、守備上限アップは揃えていこうと思っているので、その際はね、これ何がいい？回復しとく？いや、待って、角田で回復できそうだな。クロスワードパズルでいいや。え、何これ？あ、考察。技術ゲット、よし。はるかちゃんには相当お世話になると思います。で、コツ、みやびちゃんか。ここら辺のね、コツは大してって感じなんだよね。だったらちょっとはるかちゃんの評価上げていこう。クリスマスとかはできればはるかちゃんと過ごしたい。自分の動画ではね、角田初仕様なんで、クリスマスイベントとかね、お正月イベントもちょっとだけ特殊なんで見ていきたいんですけれども、経験点の都合上やっぱりはるかちゃんがいい。だね、はるかちゃんのね PSR、当たった人とかね超羨ましいですよ。ただ PSR はね解放できるかっていうところもあるんですけど、ここははるかちゃん、二股になるんで井戸端がね起こると評価が下がる都合上、井戸端が起こる前に評価をマックスに上げておきたいというのが一つあります。で、ここら辺はコーチだね。ちょっとでもコーチの評価を上げていきましょう。で、3軍だと、ここでどれだけ彼女キャラが来てくれるか。来ない、雑用。角田来い、こんなに頑張ってんのに来ない。あ、モテモテになっとこう、体力も減ってるし。で、モテモテになっておいて、モテモテはね剥奪されちゃうんだけど、それまでに評価を上げる。あ、一発逆転とか。
で、はるかちゃん告白 OK。 じゃあちょっとあとは少し角田を気にしながら練習していきますか。で、ここはですね、遠回しに聞いてみる。これでアウトコースコツが取れますので、まあ、外角筆だっけ、それを取っていきましょう。小高ちゃんはアベレージヒッターいいなコツは悪くないね。なんかよし、2軍になりましたと。あとはね、第1回目の試験前に評価じゃなくて、能力を上げ忘れないこと。あ、角ちゃん起きなかったな。で、これどうしよっか。2回目ってさ、いや完走できるな。粘り打ちなんだよね。粘り打ちはなんか大していらないからな。なんかもう早々に諦めてもいい気がする。でもまあ評価のためにちょっとやっとくか。せっかくだから続けましょう。お、で、サイガいいね。ちょっとここはサイガでいきます。で、片目は潰しちゃう。片目もね、小高ちゃんのイベントの4回目とかで手に入ったりするんですけど、そこまではもう置いとけない。コツをくれ。よし、パワーヒで、戻せるタイミングが来たらどんどん戻していきます。イベント完走が最優先なんで。で、じゃあミクは D、 パワーヒつかめるかな。パワー23でパワーヒってさ、ホームラン持ってけんのこれ。まあいいや、やろう。で、イベントの重い人から小高ちゃん、筋力、敏捷、技術か。これって全員一緒なの。よし、行こう。まあ、ここはね、まず最低ラインが1軍に上がることで、次が60点、60点ってあの経験点の話ね。60点を目指す。で、できれば満点の100点。これが、おお、なんかすげえセンターフライになりそうな球だったんだけどな。あ、もういいや、ちょっと挙手に切り替えよう。いける？あ、いけるね。いったね。パワー、うわ、ちょっとパワーが足りねえわ。今のはパワーが足りない。もう20点か。3本だな。いやー、無理だ。いった？いかないか。あれいかないか。ちょ、無理だ。これガチで無理だ。あと一歩、ヒット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 でいこう。ヒッティング、やったー今のもなんかショート取られそうな球だったけど、まあ運が良かったっすね。やっぱりね、パワー F はきついよ、本当にきつい。で、メンタルだけ見て特に何もないので呼び戻しましょう。みやびっちゃん、あ、戻すの2人だけかこれって。待って待って待って、筋力、あ、買わねえや。で、みやびちゃんの筋トクですね、情熱エール。で、情熱エールもね、すんげえ精神使うんで、ちょっと技術精神は本当に気にしていかないときついっすね。これで角ちゃんは乗ったかな。あと練習を見つつ、まあ、はるかちゃん、はるかちゃん告白来たっけ。来たよね。ってことはデートできんのか。特にコーチもいないんで、コーチが行ったらここら辺はコーチを追っていきます。ただいないんで、デートをね早々に進めていきます。なるべくデートも完走させたいんで、早めに。で、こだかちゃんの、一番最初の第1回目ですね、真ん中。ちょっとね、ここの経験点が少なすぎるんだよね。で、みやびちゃん、みやびちゃんプラスコーチか、結構おいしいな。経験点すごいよね、やっぱり。みやびちゃんはほんと練習も強いしさ、試合経験点ボーナスも持ってるしさ。内野安打、
なんだっけ、体力消費マイナスみたいなのも持ってるからね、練習した時に。ガチで強い。小高ちゃん、ま、技術は稼げる、それは認める。でコーチか、ちょっと待ってね、そこまでむちゃくちゃ追わなくてもコーチは間に合うんだよね。だったらちょっとデートをして2週3週練習をしてクリスマスを迎える、これでいこう。でここも階段でいい。11、最下が終わりました。でこれどうしようか、よくわかんねえかな、一番上とかにしとく。あ、技術精神か、悪くないね。ミート対応になっちゃったけど、俺的にはあんまりミート対応したくないんだよな。最下にはるかちゃんか、どうしよっかな。技術精神的にはこっち、敏捷はそこまで必要ないからな。はるかちゃんしよう。もう一回練習できるかな、次自然回復分で。あ、やばい、一応練習一応練習はできる。で一番上にしよう、これ。そうだね、技術精神稼ぎ出せるんで。でコーチだな、これいいね。つのちゃん、つのちゃんそもそも乗ってねえし、まだ。つのちゃんはもうそもそも通常イベントが終わってるんで、あと告白を待つだけか。でクリスマス、いやー、まあいいよいいよ。若干の経験点の少なさはあんのかな。でも体力最大値上がって流し打ちもらえるんで全然いいですね。コツだったらちょっと経験点を稼ぎ出したい。ちなみにつのだちゃんはいない。はい、これでラブパワーからの野球が上手くなりたい。大吉来てください。小吉か、まあいいや。これいいよ、ほんといいよ。はるかちゃんマジでいい。あ、ついてなかった、ついてなかったか。ちょっとここは試験が始まるんで、ちょっとパワー D まで持ってけるかな。DA あれば結構いいんだよね。でミート上げてきます。でパワーヒッターがあるんで、ちょっと弾道は別に2でいいでしょう。パワーヒッターがなければ弾道3に持ってって、まあ、ホームランをね狙っていくんですけれども、これでいこう。さて練習を見つつ、あ、技術が相当効いてるな。いやコツは今回特に必要ない。経験点、本当に経験点が必要になるから、一回デートはしてあるんだよな。ちょっとやるか、ラブパワーが効いてるし。あれでもやる気下がってるんだよね一回。お、いいね、技術精神、これやる気上がんないかな。え、ちょっと待って、見てなかった上がんねえさて2回目の試験からはもうずっと満点狙っていきたいですね。あー、早かったか。よしよしよし、2本、6本打たなきゃいけないからね、ホームランだけでいくと。入れてくる、ちょっと分かんなかったけど、まあとりあえずヒットにはなったからよしとしよう。ちょ、カーブが多いな。これは入れてくるか、ちょっと分かんないけど振った。あとヒット1本で OK だけど強振でいきます。あ、これもらったな、よし。いやー、よかったよかった、もう完全に安心しきる。振ってみるもう1ランク上があるとね嬉しいけどね。70点とかあるとね、70点で今度あっちの方ね。小高ちゃん、じゃあつのちゃんはちょっと上げときたい。うん、やる気は上がったか、よしよしよし。で振袖みやびちゃんのこれも終わりましたと。
まあ、経験点は悪くないよね。今その1414という経験点がねやっぱ微妙なんだよね。で保健室に運んでイベントを進めていきます。タック、あーこれダブリングタックだな、ダブリングタックなんでこれはもちろんやりましょう。でこれいやちょっと安定の体力回復で告白で、つのちゃんはね一応カナデートがあるんで少し早めに、あミート2上がった、やったこれ超美味しいな。80まで上げててミート2か、マジでかい。ちょっと一般人を呼び戻しておきたいっていうのもあるんだよね。ミートを100から101にするのにはこれだけかかりますと。いやそこまではさすがにね持っていけないよ。つのちゃん告白前にで、またもう技術が相当なくなってるんで、あとコーチか、コーチちょっと追っとこう。最近コーチ追ってなかったな。お前か、体力最大値上がった、やった。で2月の1周一応コツを見て、サイガか、サイガはやりてえな。で2、3は呼び戻しをやんないといけないんで、よし降格をつかみましたと。ではるかちゃん、いやいいよ、いやいいよ、ほんといいよはるかちゃんマジ大好きでエリートさんたちをちょっと戻して、で不思議な踊りの3回目、ここは金徳ですね。一番上が外角筆打になってます。ここのね経験点はねかなり多くなってるんでいいんですけども。さて D 広角アッチャー取っておきましょう。よしこれでカラスマに挑みます。まあ、ここは1打席勝負なんで球は見ていきましょう。こういうね V スラは俺嫌い。ちょっと待ってね、やばいカラスマの機嫌が悪い、機嫌が悪いけどいや、なんとかなった、あぶねー。よしこれでカラスマ復帰させて、かつこれでもう呼び戻しは終わりましたね。だからギリギリでやろうとするとちょっと怖いんだよねやっぱり。でね固め打ち上もらえるんですけれども、固め打ちはもう災害から掴んだんでした。体力は減りますけれども、まあ、走塁骨がもらえますと。で練習的に何にもないのでここはデートを進めていきましょう。コーチもねいないんで、でちょっとつのちゃん進めていきますか。評価を上げつつ、つのちゃんはねちょっと一番最初のデートは微妙なんですけど、後半のデートはかなりいいんで、で体力回復させる必要ないので俺がいる。お精神か、いいねいいね。で例によって災害はね10点取れれば特にそれ以上のポイントアップはないんで、そりゃバット燃えてんね。ミート上限いくとバットが燃えます。いやもういいや。で総力 G か今。でもね敏捷ポイントってね意外に稼げるんですよこの高校。あのコーチのイベントを完走すると敏捷ポイント100くれたりするんで、意外にね総力も伸びます。であと今回初期パラメーターか、初期パラメーターはミートアピールできてます。やっぱりねミートと守備で技術精神、特に精神がねきついんで、まあ、技術はね割と小高ちゃんとか技術要員がいるのでなんとかなるんですけど、精神要員がねどうしても専門の精神要員がいないんで、ちょっとね本当に精神は気にしていかないと。あと情熱エールをね取る関係でそこも精神を、消耗する要因ですね。で肩と補給はもう大してあげないです、大してあげない。でつのちゃんとみやびちゃんか、ちょっと待ってね、コーチ見よう。あ、いるね。ちょ、コーチ優先。今はコーチ優先。
って便所溢れそうだな意外に便所溢れそうなので、守備でちょっとサバコ1回上げられるところまでもう上げちゃいます。よし、536まで減ったな。ではではでは、あーサイガとツノちゃん、あコーチ、コーチもうちょっとコーチ優先でいく。これもう無理、限界っす。おチャンスメーカーで、お出かけデート、ツノちゃんでいきましょう。で2回目で選択肢が出て、まず第一条件として買うをやっておいて、で最後にまた選択肢が出て、まあ、金徳が分かれるんですけど、まあ、そこでね、角田の意思を尊重するってやるとエピローグでコツがもらえるのかな何のコツかちょっと分かんないけど、あコーチ5つ、みやびちゃん、これは最強に美味しいとこだね。えこれ続けられるの、ちょっと限界っす。でこれは勝手に進む系のやつだよね。敏捷結構くれる、おいいね、敏捷技術精神、本当に今ね技術精神が欲しい。あーまあ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 だけど、ちょっと無理するところではないので、あちょっと待って、4月の1週かパワー C まで上げよう。で意外にね、あの筋力も何ほっとけば勝手に稼いでくれます。で3回目のデート、うんよしよしよし、あでここさらに体力回復できるね。でここも満点目指していきます。市村くん、ちょっと待って、おお今のヒットになるのか、ちょっと対応できなかったな。これは出る、急なね全力ストレートっていうのが結構苦手。これはあー入ってくんのか、いいところに投げ込むね。変化量すごいね、よく見たらちょっと入ってくる、これわかんねえわかんねえけど振ってダメだった。これはよし、もう一本だね、もう一本、もう一本 OK、 ちゃんとやっとこうまあ40点超えればね、全然経験点には影響しないんで。ローボールヒッターか、なんかちょいちょいローボールヒッターとかもらってる気がするな。でサイガのワンタックで、コーチはもう乗ったね、コーチ乗ったんでやるか、これでもうコーチも終わらせちゃいましょう。高速チャージ、左キラー、左キラーと重すぎるんだよね、これもね技術をね相当消耗する要因なんだよね。あー来た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 、もうモテモテ剥奪されちゃったよ。ただデートが残ってるから便所ポイントすっげーな、ちょっとさすがにこれはソルク D くらいまで振っていくか。よしでコーチももう終わらせたでしょ、ってことはデートに集中しよう。3回2回か、まあ悪くないね。であとちょいちょい一緒に練習すれば評価は戻せるでしょう。まあ早めに来てくれたんでこれはかなり助かったな。で練習見て守備、小高ちゃんオンリーか、オンリーか、まあいいや、ちょっとデートで、ちょっと待って、でも4月か、567があるからね、進みも悪くないから、じゃあちょっと体力的に次練習できるよね、これ次練習できないっていう体力量だったらちょっと、あでもなこれあれなんだよな、どう
これしかくんないんだ。もうちょっとくれるかなって思ったら全然くんなかったわ。じゃあちょっとツノちゃんでいきましょう。ツノちゃんでここは体力が回復するはずなんで、うにゃうにゃと。で、星が満タンになればエピローグ経験点はマックスでくれるの で、ここもタックとかがないんで、はるかちゃん進めましょう。こうやって回復すんの？あ、回復すんね。あ、一発逆転。そっか、くれるのか。あ、なんもねえわ。最近なんもねえな。じゃあせっかくだからツノちゃんやっときますか。なんとなく。もしかしたら評価が乗らない可能性があるんで、追加が発生してくれればもう彼完全に大丈夫じゃない。ツノちゃんはもう絶対大丈夫。あとははるかちゃんがデートで乗るかどうかなんですけれども、ちょっと練習が微妙だな。スカウトさん評価上げておくか。ここはね、練習試合がないんでスカウトさん評価がね、なかなか厳しいんですよ。甲子園優勝したとしても3位とかになるんで、こいつかどうだろうね。ちょっと守備いっちゃいましょう。で、30、30、30で、これで一応目的のものは達成したんですけれども、金徳もねやっぱり揃えていきたいんで、あー、はるかちゃんちょっと一回見よう。これデートを終わらせておいて評価がどうなるのかを見ておきましょう。で、よし乗ろう。独身術かなり使う。これさ、かなりの確率超高いよね。ほとんどかなり掴める。で、コーチ体力あるんでここやろう。で、追加の練習が発生すればどんどんやっていく。でねしで、ここは射的で、甲子園は優勝。うん、そう、技術精神がねちょっと惜しかった。で、敏捷はいらなかったんで、成功すればねもうちょい経験点もらえたんだけど、はるかちゃん乗ったね。よし、じゃあコツを回収しつついきますか。まあ練習、敏捷技術か。精神的にどうなんだ。まあここでまた最後の経験点ドバッともらえるところが来るんで、よし、まず1本。お、いいねいいね、超優しいこいつ。水谷くん、水谷くん超好き。超いいわこいつ。なんだ、あ、ちょっと今のは、あー、いかなかったか。そうだよね、ちょっとこの全力ストレート嫌なんだけど、なんだかんだで、なんだかんだで行く。ホームラン10本ってね、なかなか難しいよね。まあ、やったことあるけどホームラン10本で200点とかだったらね超すげえんだけど、そうすると800ってことか。それやりすぎだね、それはやりすぎだ。守備、みやびちゃんがいるので、まあやっときましょう。さて、こっからよ。ちょっとこれはもう無理だ、さすがに無理だから、まず独身術はゲットしとこう。独身術はで、パワーを上げる。 B だね、一旦 B でいいや。筋力なんか使う、あ、使わない気がするんだな。もうじゃあ A にしとこう。で、特能は、まあ、試合とかやりつつ稼いでいきますかということで、デート。じゃあ角ちゃんも終わらせますと、まあ、評価もう載ってるんで全然大丈夫です。で、ここで選択肢が出て、上だと一発逆転王じゃなくて、引っ張りのやつ、伝説の引っ張り屋で、下が挑発なので、もう広角打法をね取る関係上、これは下にしましょう。で、経験点も、かなり美味しく体力も回復して挑発をくれますと。で、挑発は骸骨とかがないんでね、ここ3でくれるよね、うまくいくと。
まあ、一応ちょっと見てみるとちょっと特殊で、相手投手がストライクでどんどん勝負してくるというものになってます。まあ、取れるときに取ろう。はい、もうストライクでどんどん勝負してもらって、どんどん試合をサクッと進めていく。でここは渚ちゃんの試合経験点ボーナスと雅ちゃんの試合経験点ボーナスが効いてるのかな。他試合経験点ボーナス持ってる人いたっけ。だからここがね、渚ちゃん試合経験点ボーナス15だったらかなり美味しいんだけど、まあ、かといってね、小高ちゃんも無理に作る気持ちはないんで、今プラになんですよね。ランキングで SR1 枚もらって、で PR のプラゴを1枚食わせて2位解放しなかったんで、まあ、プラにというところですね。 PR でねプラに解放してくれるかどうかってすげえでかいよね。簡単に言うと SR1 枚分だからね、プラス。あー、なんもねえな、なんもないね、ほんとなんもないね。ちょっとメンタルやっとく。あー、でも技術が効いてるな、サイガの。ここにしよう。うん、コツ。じゃあこれはコツでいきますか。まあ、どうしてもね、3人しかいないからね、そもそもが3人しかいない、かつ得意練習2種類持ちっていうのがいないんで、タックが少ないのはこれはもうどうしようもない。ただその代わりイベント経験点とかエピローグ経験点で稼いでいくキャラっていうか稼いでいく編成なんで、ちょっと待ってね、一回 E にはしとこう。なんとなく見た目的に、いやこれ経験点意味ないよ、あんまり意味ないけど、ちょっと E にはする。見た目もねやっぱり俺こだわるんで、でサードなんですよ今回。だから本当だったら肩をね上げていきたいんだけど、まあ、どうかな。挑発、芝とかすぐ挑発に乗りそうだなこいつ。バッツよし、独身術も効いてるよ。 OK、 誰も塁に出てないんだよ。点取られたか。高速スライダー、これ狙い目だね。今日2打席連続でホームランを放っている。これいける。ちょっと振り遅れたけど。おいマジかよ。これ少なくとも先頭バッターは3番松倉。ここ打って同点にしないとまずい。おお勝った。アップで。これまでの努力は報われた。雅ちゃん可愛いよ。カラスマ、お前最後の最後でやらかしたな。で次どうしようかな。タックが来てなければ精神で一回回復しよう。小高ちゃんの技術ボーナスが乗ってますねと。なんもない。なんもないけど、小高ちゃんとみやびちゃん2人乗るとアスカトさんの評価も上げられるし、いいねいいねいいね。タックは来なかったけどなかなかうまいな。さてあとは勝ち進んでいかなければ渚ちゃんがいるからね。ちょっと総力上げられんなこれ。若干筋力足りねえか。あ待って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 、左キラーという謎のものもあるな。重い、マジで重い、これ重すぎでしょ。そもそもあ取れねえや。ちょっと総力丸取っとこう。アベレージヒッター最後なんだっけ、はるかちゃんからもらいましょう。でここら辺ちょっと、あ一球入魂もあんのか。金徳がきついな。ちょっと待って、金徳きついぞこれ。いやまだ外角質だ。まあまあまだアウトコース取れたのでかいな。情熱セール取ってねえんだ。いや金徳の回収が悪いな今。ちょっと待ってね。ちょっと待ってねって何がって感じだけど。いや俺の中でお待たせいたしました。これもう決勝、俊英先制のチャンスを迎えました。いや甲子園優勝はマストだな。試合経験点ボーナスとエピローグポイントで金徳を回収して、しまった、スプリットかなって思ったんだよね。あ
ちょいちょい点取られるよな。めっちゃ肩すまだからな。あ、でもキャッチャーって小坂ちゃんがやってるんだよね。小坂ちゃんキャッチャー丸持ってるよね。カラスマのさ、ピッチャー能力ってどうなの？全然見てないからわかんないんだけど。カラスマって使わないからさ、叩きつけバッティングをしてしまった。まあまあまあ変わってるし。うん、いいね。試合経験点ボーナスやっぱでかいよな、本当に。まあコツ、みやびちゃん、ただね、経験点が欲しい俺的には。よし、ありがとう。あ、でもみやびちゃんってそういえばさ、さよなら持ってたよね。そうか、さよならは欲しかったな。あれどこだった今あんま見て気にしなかったな。黒金か、悪くない。バッター松倉、第9。よし、まず1本でしょ。点取られてる。スライダー狙っていく。OK、独身術いいよ、ほんといいよ。いや待ってよ、カラスマ、お前マジか。寸前罰。フォークは手を出さない。よし、これが寸前罰です。いや、カラスマもちょっと待って、マジで待て。もう一回回ってくるよね。それまでにまず1点取っておく。ここで点を取っておくことはマスト。あ、ちょっとだけ振り遅れたけど行ったね。よし、で点を取られないことはマスト。あ、回ってこなかった、カラスマお前も寸前罰だ。いや、俺も寸前罰だな。なぎさちゃん、ヒートアップ取れなかったよ。経験点足りるか。一応エピローグ経験点はみんなくれる。4位か、結構ギリだな。で、はるかちゃんくれます。まあ、バットにしてアベレージヒッターを取りましょう。こっち2でくれるからね。で、つのちゃんも、あ、上り調子くれるんだ。俺上り調子で掴んじゃったっけ。いや、精神きついからです。あー、そうだよ、ここ蹴るんだよ、そういえば。もういいや。まあ、8700、9000は超えるね。だから甲子園優勝すれば。渚さんだから、そこがちょっときついのか。まあ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 、いいでしょう。左キラーどうする。まず左キラーは置いておいて、情熱エール取るでしょう。上り調子も4まで掴んであるから取るでしょう。外角も取って、ローボールヒット2だから取って、伝説のさよならはもうさっき掴んじゃったんだ。みやびちゃん持ってるから置いといてもよかった。1球入魂もやっぱちょっと重いな。で、左はもう取れない、技術が足りないから。じゃあ走塁、あー待って、走力上げとくか、せっかくだし。 A まで持ってこう。で、なんとなく肩上げて、ちょっと呼吸も上げとこう。で、そこから取れる得の、あ、アベレージヒッター取るとか言ってたよね俺。せっかくもらったんだよ。アベレージヒッターを取りますと OK。で、あと、まあ、送球も取れるっちゃ取れるのが直取りだけど、接戦とかもなんか掴んであるしね。もう1個だけだな。あ、速攻にしよう。で、他はもう無理か。あ、いけた。何これ、ヘッスラか。一応取っとこう。と、まあこんな感じですね。まあ、S7 だったら悪くないけど、これ甲子園、ちょっと待って、あとどれくらい増えてた。9300くらい多分いったかないや、わかんない。結構伸びたよねあれ、甲子園優勝してれば。で、試合経験っていうか、だってプラス、まあ、100、100、100で400でしょ。で、エピローグポイントもプラス100、100、100くらい伸びるんで、いやー、かなり無駄になったな。無駄になったっていうのもあれだけど。で、ちょっとこいつは分かりやすい名前にしたいんで、ニックネームでいいや。ミート入るよね。ミート。で、守備。守備って守でいいんだよね。守がどこだ？守備。守備の守。ない。射手書。もうちょっと上か。
シュ、ジュでしょ、これだって。で、シュ、シュ、シュ。ジュ、シャ、シュ、あった。ミート、シュ、ビー、101の、独身術持ってるよということで、独身術はね、結構名前つけてるから、どこに漢字があるか覚えてる。よし、OK。できた。で、よし、OK。あ、もうちょっとで S8 だったんだ。というような感じで、少しミート上限と守備上限、アップしているキャラを揃えていきたいと思います。これ上限アップしているとパワチャリの、ね、倍率にも補正がかかるんで、一通り各ポジション1人ずつはちょっと作っていこうかなと、思ってます。で、そうだね、強化春英期間のうちに揃えられるかって言ったらちょっと微妙なんですけども、基本的には俺は多分強化春英で作っていくと思います。やっぱ経験点もね、甲子園優勝がちょっと厳しいのか、だから甲子園優勝できればかなり強い選手が作れると思いますので、まあそれで揃えていこうと、思います。まあそんなわけでね、一応まあ角ちゃんね、正月ガチャで手に入れることができましたので、投手をね、作る際もコントロール上限アップで、必須キャラになりますので、まあどんどん使っていこうと思います。まあそんな感じで今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。さて、リベンジ、決勝まで来ました。ちなみに千丸です。足爆弾ついてるけど、現在で、まあ、7900か。で、デッキの方はもう全く一緒ですね。全く一緒、全く一緒で千丸で決勝戦で、1回ね満点を逃してるんですよね。3回満点の1回60点というところなので、いっけ、また点を取られている。カラスマさん結構点取られるよね。しかし取られたら取り返す、それが俊英。取られる前に取る、それも俊英。お、いいねいいねいいね、めった打ちにしてるよ。サイがまた出てるか。虹谷、ここお前の墓場にするかダメだった。よし、相馬くんに変わった。俊英攻撃に入ります。トップバッターは星川、今日3打点。相馬、お前に心のトラウマを植え付けてやろう。勝った。で、いや、こっから何点くらい伸びるんだろうね。まあ、7900、ちょっとまああれだから、8100、8000-100にしとこう。そう、ちょっとねスカウトさんもね意識しました。で、はるかちゃんはバット、守備職人はねみやびちゃんからもらってるんで。で、つのちゃんも上り上司をくれるん で、ちなみにね、キウチね、コツもらったんすよ。さあ、これで総経験点は9600ってことは1500くらい伸びるのか。決勝行く行かないで1500違うのか。マジか。そんなに変わるんだね。じゃあちょっとまずは金徳関係、左キラーいけるなこれ。一発逆転、筋力あるしとっとこう。で、接戦もコツがあるからもらうでしょ。で、ヒートアップ、もうすでに窮地は掴んであるんで安い。上り上司も安いで、やっぱりソル結構余るね。で、いきますか。あ、レーザービームがある、まあいいや。ですね、これ直取り左キラー、ソウルを取っとく。総力もついでだからエースにしよう。で、あとどうする、特能に振る、チャンスとかもらっとく。やっぱ敏捷系だな、アビリジット取っとかないと。で、技術ね、やっぱり不足するんだよね。じゃあせっかくだから内野安打と、本塁生還とかが多分結構敏捷を使うやつだったと思う。あ、速攻がいいかもね。ちょっと待ってね、打開か、かく乱はちょっといいや。あ、いっそやたら敏捷使うね、これにしよう。で、
もう一個、いや待って待って待って、今度精神があまり出したな。じゃ競争心の前に逆境で、そこからレーザービームとかなんか嫌だな、それは。でこいつショートなんだよね。まあ本当はね、もうちょっと基礎能力上げたかったんだけどね。じゃあせめて補給は D にしておこう。で肩も D にしておこう。もういい、見た目、もう見た目で、見た目重視。あっ、窮地か。代打とかいけるね。あー、ムードがいけんのか。ムードとかって増えんの、そもそも。この段階で SS、 あー、捨てればもしかしたら SS1 とかいけたかもしんないな。あの肩と呼吸ね、変わんねえし変わんねえからいいや。打球ちっちゃめに取るとどうなる ?199 か。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。見るだけ、肩捨てて、補給捨てて、何か特能が取れるか、早急とかってどう、変わんねえ。で、代打と、あ、いった !SS1。一応これで SS1 がいけるんだけど、これね。SS1 ってきついんだね。まあいけるけど、ちょっと見た目、あの肩いい、補給いいっていうのは嫌なんで、なんだっけ、早球と、ムードだっけ、代打も取ったな。あとムード、これを元に戻します。でいいんだっけ。で肩を D にして、補給も D にする。でちょっと余ってる。あ、ムードはいいんだっけ、取っといて。ムードは取っとこう。じゃあムード取って、これで終了。いや、やっぱ千丸はいいね。だからこれで満点を逃さなかったら SS2 がいけたんだよ。もう言ったらキリがないけどね、そんなこと言ったらキリがないんですけれども、セカンドの選手が出来上がりましたと。ミート S1、守備力 S1 ということですね。じゃあまたこれで量産していこうと思いますので、まあ最後の最後に一応満足いく選手が作れましたということで、じゃあこれで本当に最後にします。ご視聴ありがとうございました。